杉村和樹は、川崎競馬場、池田隆史旧社に所属していた元騎手である。得意な先方は逃げ、中村市立中村中学校を卒業。この頃、畑群大型町にある競争場の雇用センターの仕事を手伝い始め、馬の世話を教わった後に、増田競馬場に移った。そして16歳の頃に、騎手学校へ入学し、 卒業後中津競馬場の杉本和幸旧社所属の騎手となった。1996年4月6日に騎手デビューし、初騎乗で初勝利を挙げた。2001年3月22日の開催を最後に、当時主催者だった中津氏が中津競馬を廃止し、後に荒尾競馬組合に移籍した。8月に荒尾競馬場で再デビューする。2002年、 同僚騎手の小田部幸と結婚。2003年8月17日第3回小倉競馬2日目、第9競争イマリ特別でときめきローマに騎乗し、中央競馬初騎乗。2007年10月18日と10月26日にスーパージョッキーズトライアルに初出場。第1ステージではトップ、第2ステージでも上位に入り、合計44ポイントを獲得し、総合2位。 第21回ワールドスーパージョッキーズシリーズの地方代表補欠機種に選出された。2010年10月4日と10月14日にスーパージョッキーズトライアルに2度目の出場。第1ステージ、第2ステージともに2001勝。合計47ポイントを獲得し総合優勝を果たす。これにより、第24回ワールドスーパージョッキーズシリーズの地方、 代表機種に選出された。同年10月22日第9回荒尾競馬4日目、第2競争 OC-17 組条件戦を栗の夢をで優勝し、8084戦目で地方競馬通算戦勝達成。2011年限りで荒尾競馬が廃止になったことに伴い、川崎競馬場池田隆久級へ移籍した。2017年5月、1年以上にわたり、 調整室から携帯電話で外部と通信をしたとして、川崎競馬組合から、非常停止30日間の処分を受けた。同年3月29日開催の浦和競馬第4レースでの、起場を最後に起場はなく、12月に引退した。地方通算成績は1万1546戦1338勝2着百321回3着百272回。 勝率11.6%、連帯率23.0%、中央通算成績は20戦0勝、2着1回。ありがとうございます。